仙台市で新たに二百二十九人の感染と一人の死亡が確認されました。仙台市の月曜日の感染者数は。今月に入り。二百五十五人。二百四十九人。二百十六人と推移していて。今日は先週よりも十三人多い。二百二十九人の感染が確認されました。年代別では。実際未満が四十五人。十代が三十九人。二十代が二十二人。